まあそうですね、未来の挑戦、まあ、今年12月に、まあ、試合を、まあ、控えてますけど、まあ、この、まあ、今年年3試合あるんですけど、この年3試合っていうのは2017年ぶりに、まあまあ、これもまた挑戦なんですけど、まあ、やっぱりこう年を重ねていくごとに、まあそのまあ、体のメンテナンスだったり、まあ、そういったものもやっぱり、まあ、大体年2試合になっていくんですけど、まあ、ここでちょっとまあ、今年の5月に東京ドームでの試合もあり、まあ、自分のこのキャリアを加速させたいなという、まあ、思いもあり、まあ、今年年3試合に挑戦ということで、まあ、12月に試合があるんですけど、まあ、一つ近いその挑戦というのはまあここの話ですね。まあ、しっかりと防衛してまた来年、まあ、新たな年ということで、まあ、この今の階級でまたスタートしていくのか、またしっかり体を作って、またその先に階級を上げていくのかっていうものも、まあ、自分の中でこう見据えて、まあ、計画を立てていきながらっていう話の中で、この12月の試合が一番大事になってくるので、まあ、一つここは落とせない試合だなと、自分の中でも大事な試合ではあると思うので、まあ、そこにまあかけてやっていきたいなという思いです。経験とともにもう一個ペースギアすべてを上げていくという、この挑戦はすごくエネルギーがいる、すごく情熱がいるものだと思いますけれども、今もその12月に向けてもう準備が着々と。そうですね、まあ、情熱という今言葉をいただきましたけど、まあ、本当に好きだからできることで、まあ、好きだからまだまだ強くなりたいっていう気持ちがあるんだと思うんで、まあ、このボクシングが好きである以上、まあ、突き進みたいなと思います。その景色を我々も熱く応援したいと思います。ありがとうございます。では続いて斜め左、では斜め左前にお願いいたします。あちら側ですね。では続いてムービーの撮影に入らせていただきます。あ、